テリー・ギリアムのドン・キホーテは、テリー・ギリアム監督による2018年のファンタジー・アドベンチャー・コメディ映画、ミゲル・デ・セルバンテスの小説、ドン・キホーテを題材としている。映画史最大の開発地獄に陥った作品の一つとして、悪名高く、ギリアムは19年間の間に9回映画化に挑戦して、その都度失敗した。この映画の日本語版公式サイトでは、 映画史に刻まれる、呪われた企画と名打たれている。脚本はギリ,リアムとトニーグリソーニが担当。現代は直訳すると、ドンキホーテを殺した男で、完成して正式な放題が決まるまでは長らくこの名で呼ばれていた。CM 監督のトビーは、小説、ドンキホーテの変質的なファンで、スペインで同作をモチーフにした CM を撮っていたが、撮影に行き詰まり、 いつまでも完成しなかった。夜にホテルで開かれた自身の上司が主催する企画会議を兼ねた夕食会でトビーはジプシーの男から海賊版 DVD を売り付けられる。それは自身が10年前の学生時代に撮影した卒業制作映画でやはりドンキホーテを題材とした現地の村人たちを役者に起用したものだった。行き詰まりを打開しようと インスピレーションを得るべく DVD を見たくなったトビーは、夜更け、ボスの妻、ジャッキの部屋を訪ね、映画を見ようとするが、高職なジャッキに誘惑される。さらに出張のはずだったボスの急な帰りに、我を失い、変装した部屋を逃げ出す。翌朝トビーは、卒業制作映画の舞台となった村が、CM 撮影現場の近くだったことに気づき、バイクを借りて向かう。 裁縫した村でトビーは、ヒロインズルシネア姫に起用した村の少女、アンヘリカが成人後、女優としての成功を夢見て都会へ飛び出し、さらにドン、気宝手役を演じた、靴職人のハビエルが、自身をドン、気宝手本人と思い込む狂人と化したことを知る。村外れの小屋で監禁されていた、ハビエルの元を訪ねたトビーは、ハビエルに、サンチョパンサだと思われ、解放を壊れる。 二人がもみくちゃになった末に失火が起き、トビーは燃える小屋を尻目に撮影現場へと逃げ帰る。バイクのナンバーを目撃されたために、警察が CM 撮影現場に急行し、トビーは護送車へ押し込まれる。護送車には、ジャッキの部屋に入った泥棒として、誤認逮捕されたジップシーの男もいた。道すがら、護送車の前に、愛はロシなんてにまたがったハビエルが立ちふさがり、 制止しようとした警官の一人が5者で死亡する。ジプシーはこの隙を見て、どこかへ逃亡する。警察の追跡を恐れたトビーは、ドンキホーテと当てのない旅をすることになる。道中ドンキホーテは、風車を巨人と見間違え、巨人が女性を襲おうとしていると思い込んで突撃し、怪我を負う。トビーはこの女性の住む村へ、ドンキホーテを担ぎ込むが、 村が壁に囲まれたような構造であることや、住人がムスリムであることを知り、過激派のテロリストの巣屈ではないかと怯え、夜更けを待って脱出を試みる。そこへ突如、中世の異端尋問官が異教徒の取り締まりのために現れる。密かに紛れ込んでいたジップシーがおとりとなり、村は救われる。しかしこれらはすべて眠るとビーが見た夢であった。翌朝には、 不法滞在者である住人たちの取り締まりのために、警察が村に現れ、トビーとドンキホーテは村を離れる。旅の途中で金貨を見つけたトビーは、岩場に隠そうとして、岩の割れ目に転落する。落ちた先は滝壺で、トビーはそこで行水をしていたアンヘリカと再会する。アンヘリカは、女優としてのチャンスをつかむため、ウォッカ王こと、ロシア系の実業家、アレクセイの丈夫となったことを明かす。 そこへ現れたドンキホーテに対し、アンヘリカは、臆することなく、当然のように、ドゥルシネア姫として振る舞い、騎士であるドンキホーテに敬意を示す。その後アンヘリカは迎えに来た、アレクセイの部下と共に滝つぼを離れた。そんなドンキホーテとトビーの前に、鏡で覆われた鎧を着た騎士が現れ、決闘を申し込む。私が勝てば、要求を飲めと告げる。 ドンキホーテは受けて立ち、鏡の騎士を馬から叩き落とし、決闘に勝利する。カブトを取ると、正体は、アンヘリカの父、ラウルだった。周囲の従者に噴した人物も、彼の周囲の村人たちで、決闘は、ドンキホーテを連れ帰るための三段として仕組んだ、芝居だった。村人たちを見て狼狽したドンキホーテは、馬で逃げ去る。トビーはラウルに、お前は危険人物を作り、 愛する娘を奪ったとなじられ、殴り飛ばされる。かつての自分の映画が村の人々に大きな影響をもたらしてしまったことを痛感した、トビーはすべてに嫌気がさし、金貨をポケットに詰め込み、一人で荒野をさまよう。ある朝、廃墟で目を覚ますと、ドンキホーテが自らの体に木の枝を叩きつけ、傷だらけになっているところだった。ドンキホーテは、 こうして狂気を装えば愛の深さや愛がいかにして人を狂わせるかを姫に分かってもらえるはずだとトビーに語る。そこへ中世の装いをし騎馬隊を連れたジャッキが現れる。ジャッキは近くにある古城で仮装パーティーが開かれることをトビーに教え古城のオーナーである酒造会社は次回の CM スポンサーだからという理由でトビーをパーティーに誘う。トビーが 自分のことをドン、キホーテと思い込んでいる老人を連れていると言って、断ろうとすると、ジャッキは、書いて面白があり、スマートフォンでどこかへ連絡する。古城の主は、ウォッカオ・アレクセイであり、アンヘリカや、ジプシーもそのそばに、従者のごとく使えていた。重心のような装いをした、CM 会社のスタッフたちも現れ、トビーに、警察については心配はいらない。 彼こそがこの土地の主だと語る。アレクセイは部下が滝壺で隠し撮りしたトビーとアンヘリカの写真を示し、トビーに関係を正す。トビーは弁解するも疑いが晴れないまま終わる。居心地の悪いトビーはアンヘリカと打ち合って脱出を提案するが、私は身分相応の場所にいるのよと話すアンヘリカと口論となり、思わず金貨を投げつける。 しかしトビーが金貨と思い込んでいたものはワッシャーであった。ジャッキの連絡を受けて面白がったアレクセイは実際のドンキホーテ単に沿った出し物を作り上げて彼をからかう。馬の模型から転落したドンキホーテはそれ以降狂気を失い塞ぎ込むようになる。パーティーの続くある夜アンヘリカは逃げましょう。私たちは殺されるとトビーに告げる。トビーは ドンキホーテも連れ出そうとするが、ここは居心地がいいと言って、首を縦に振らないためにアレクセイの部下に見つかり、アンヘリカは連れ去られる。アンヘリカを追うトビーは城の中を探し回った末、ジプシーの招きで上階のとある部屋に飛び込み、アンヘリカを見つけるが、それは巧妙に変装したジャッキであった。本物のアンヘリカは中庭の火炙り台に縛り付けられていた。 ジャッキはトビーを手めにしようと手錠で縛ろうとする。トビーとジャッキがもみ合いになっているのを目撃したドンキホーテは仲裁に入ろうとして部屋へ駆け込む。それをジャッキの夫のゴスだと思い込んだトビーがドンキホーテを殴り飛ばしたため、ドンキホーテは勢い余って中庭に転落する。落ちたのがドンキホーテであることを認め、火破り台の炎が 出し物のための特殊効果であることに気づいたトビーは、激しく動揺する。駆け降りたトビーに対し、ドンキホーテは、私は、靴職人のハビエルだ。君も、山長ではない。本当は分かっていたのだと告げ、トビーに、自らのサーベルを託して生きたえる。トビーとアンケリカは、ハビエルの亡骸を葬るため、故郷の村までの旅を始める。途中、 トビーたちに三人の巨人が襲いかかり、トビーは必死に戦った末、地面に叩きつけられる。トビーが巨人と思い込んでいたのは、CM 撮影現場のセットの風車だった。その言動からトビーが新たなドンキホーテになったことを悟ったアンケリカは、自らサンチョパンサを名乗り、共に旅を続けるのだった。映画のプリプロダクションは1998年に始まり、 ヨーロッパ資本で3120万ドルの資金を集めた。主役のキホーテには、ジャン・ロシフォール、時を遡る21世紀のマーケティング幹部、トビーグリソーニ役に、ジョニー・デップ、また、女性の主役として、バネッサ・パラディの起用が決まっていた。撮影は2000年に、ナバラ州で始まったが、洪水によるセットや、機材の被害、病気によるロシフォールの降板、 保険取得をはじめとした経済的難点など、数多の困難に襲われ、突然の制作中止に陥った後キャンセルされた。最初の制作の様子は2002年のドキュメンタリー映画、ロスト・イン・ラ・マンチャに収められているが、そもそもこの映像は、作品のメイキング映像としてとされていたものだった。ギリアムはその後も2005年から2015年にかけて、複数回再始動に挑戦した。 気泡手役には、ロバート・デューバル、かつて、モンティ・パイソンで同僚だったマイケル・ペイリン、ジョン・ハートの名前が上がり、またグリソーニ役には、デップの他に、ユアン・マクレガーや、ジャック・コンネルが考えられたが、資金確保の失敗、デップの多忙なスケジュールと、徐々な計画への意欲喪失、また後に、彼の死因となったハートの眼神断など、多数の理由からどれも実現しなかった。 ギリアムは2016年の第69回カンヌ国際映画祭の席でペーリンを、キホーテ、アダムドライバーを、グリソーに、オルガ・キュリレンコを女性の主役に据え2016年10月から撮影が行われると発表した。制作はプロデューサーのパウロ・ブランコが資金確保に失敗したことから再度放棄されたが2017年3月に 最初の制作開始から17年を経て、クランクインにこぎつけたこと、また、ドライバーとキュリレンコは、続投しており、基本提役が、ジョナサン・プライスに変わったことが報じられた。同年6月4日にはギリアムが、撮影完了を公表した。作品は2018年5月19日に第71回、カンヌ国際映画祭のクロージングフィルムとして、世界初上映された。 映画化の権利問題をめぐる訴訟から、北米工業の配給は、当初のアマゾンスタジオから、スクリーンメディアフィルムズへ変更され、北、アメリカで2019年3月に封切られた。日本では、ショーゲートが配給権を取得し、2020年1月24日に、公開された。発展監督のテリー・ギリアムは、ドン・キホーテの中に、自身の作品のテーマと通ずるものを見出した。 監督のテリー・ギリアムは、ドン・キホーテという作品の中に、個人体社会、正規という概念など、自身の作品に広く存在する多くのテーマを見出し、本案に踏み切った。作品は、大陸ヨーロッパ最大規模で制作される計画になり、当初は4000万ドルの予算が組まれていたが、後に3210万ドルに縮小された。作品はギリアムにとって、 最も野心的な映画の一つになる予定で、また、アメリカ資本を使わずに、ヨーロッパ資本だけで制作されることになった。ギリアムと共著者のトニー・グリソーには、ミゲル・デセル・バンテスの作品を資料にするのはあまりに、莫大だと気づき、アーサー・オ宮キュテのコネチカット・ヤンキーに触発された、大きな筋の変更を加えて、自分たち自身の、ドン・キホーテ・タンを書くことに決めた。サンチョ・パンサは、 物語の最初に登場するだけで、その後は21世紀から時代を遡ってきたマーケティング幹部、トビーグリソーニにとって変わられる。映画は全編スペイン、またヨーロッパ各地で撮影される予定だった。主役のドン・キホーテ役にはジャンロ・シュホールが選ばれ、彼は7ヶ月かけて英語の練習をしたという。トビーグリソーニ役にはジョニー・ディップが決まり、また彼の恋の相手には デップと実際に当時交際していた、バネッサ・パラディが選ばれた。その他のキャストとしては、ミランダ・リチャードソン、クリストファー・エクルストン、ビル・パターソン、ロッシデ・パルマ、ジョナサン・プライス、イアン・ホルム、エヴァ・バステーロイ・コール・バート・トーリ、ピーター・ボーン、サリー・フィリップスなどの名前が挙がっていた。広告転換部のトビー・グリソーニ役には、当初ジョニー・デップが考えられていたが、 スケジュール上彼が参加できるのか、また作品に参加したいと思っているのかどうかは全く不明のままだった。2009年の映画、パブリック・エネミーズのプレスジャンケットの席で、デップは次のように述べている。ギリアムとそのことについて話した。でも正直なところ、テリーの問題だと思う。テリーのことは大好きで、彼がやりたいことなら何でもやるつもりだ。 でも、基本手のこととなると、僕の優先事項リストはこれからの数年かなり、項目が多いからね。だから、自分のことを待たなくちゃいけない立場に、彼を置いたり、そう頼まなくちゃいけないのは嫌だと思う。悪いことに違いないさ。それでも、その通りにして、何かやりたい気もするし、それが何であれ、要素と僕らがやったことの全てが、そこにあって、映画。 ロスト・イン・ラ・マンチャで生じずされている。そういうわけで、自分があそこに戻るのが正しいのかどうかわからない。ペリーにとっても、同じことが言えるけれど、でも、もし彼がそう望んでいるなら、ジョニー・デップ、2009年6月撮影と中止バルデナス、レアレスを映した一枚。不毛の崖が広がる、継承地である撮影監督にニコラ・ペコリーニを据え、撮影は2000年9月に始まった。 最初のロケ地は、スペイン・マドリードの北部にある、不毛の継承地バルデナスレアレスで、ナトーの軍用地にもほど近かった。このため軍用戦闘機が頻繁に頭の上を飛び交い、録音テープが使い物にならなくなったので、スタッフたちは、ポストプロダクションで後日アフれこする指示を出した。撮影二日目には鉄砲水に襲われて、撮影機材が流出し、またこれによって、 崖の色が変わってしまい、それまでに取ったテープは使えなくなってしまった。馬術に秀でていたロシフォールは乗馬と演技に挑戦したが、その際に痛みが走り、馬から降りるのにも、歩くのにも助けがいるほどになった。彼は、その後パリにいる主治医のもとへ帰ったが、そこで2箇所の追間板ヘルニアと診断された。スタッフは、その後数日、 ピエドラ修道院でデップを映すシーンなど、ロシュフォールの出演しないシーンを撮影しようとしたが、時が経つにつれロシュフォールの交番は確定的になる。ギリアムはドンキホーデ役のキャスティングに2年をかけており、ロシュフォールも7ヶ月にわたる英語の勉強を行っていたため、ギリアムはこの事態を自身のプロジェクトに対する致命的欠陥だと判断した。 最終的に制作は2000年11月にキャンセルされ、この映画が作られなかった天末を描くドキュメンタリー映画、ロスト・イン・ラ・マンチャが2002年に公開された。映画制作に乗り出したと報じられたジェレミー・トーマスオリジナル版の制作が頓挫した後、映画の出資者のために保険の支払いが提起された。アメリカドルで1500万ドルが支払われたと報じられており、また、 脚本の権利は保険会社へと移った。ギリアムがプロデューサーたちと共に制作再開に向けた支援を取り付けようとしているという噂は2003年以来幾度となく上がっていた。2005年の第58回カンヌ国際映画祭ではついに決定的なニュースがいくつか入り、イギリスのプロデューサーでローズ・イン・タイド・ランドに関わったジェルミー・トーマスが プロジェクトの再始動に関心を持っていると発表された。2005年にはギリアムがドン・キホーデ役にジェラールド・パルデューを望んでいると明かした。2006年7月、フランスのプロデューサーやドイツの保険会社との6年近くに及ぶ法的義務交渉の末、権利問題がクリアになった。ギリアムはミュンヘン国際ドキュメンタリー映画祭で、 制作会社がギリアムに権利を認める方針で、ジェレミー・トーマスが制作へ意欲を持ち続けていると述べた。2006年8月、ギリアムは、ローズ・インタイド・ランドの上映後質問会の場で、制作頓挫による複雑な法的問題は、最終的に片付き、脚本の権利は近い将来にギリアムと、共作者グリソーニの元に戻るだろうとした。再制作版で、 名前が上がったディバルとマクレガー2008年、ギリアムは再生作版のプリプロダクションを再開した。映画は全編再撮影されることになり、ロシュホールが演じるはずだったドンキホーテ役は別の俳優が演じることになった。2008年には、かつてモンティパイソンで同僚だったマイケル・ペーリンがギリアムと会談し、ロシュホールの役を引き継いでドンキホーテを演じると報じられた。 2009年11月には、ギリアムが再配役を完了したと述べたが、誰が選ばれたのかについては口を割ろうとしなかった。2009年12月に collder.com で行われたインタビューで、ロバート・ディバルが、ギリアムのシンドン・キホーテに選ばれたと明かし、ギリアムは後に、これを認めて、グリソーニ役にはまだ、デップを考えているとした。デップはすでに、 ディズニー映画2本にサインしており、さらなる制作の遅れが危ぶまれたが、撮影開始は2010年初めに設定され、難を逃れた。ところが、デップは自身のタイトなスケジュールに、ギリアムの映画が入る余地はないと発言し、制作スケジュールがこのまま維持されるのかは、不透明になった。またデップは、自分がこの映画の再制作に戻りたいと思っているのか、 全く定かではないと発言した。作品は、レコーディドピクチャーカンパニーのジェレミー・トーマス製作で作られると決まり、また国際配給は、ハンウェイ・フィルムズに決まった。ギリアムは2009年に、再度主要プリプロダクションを始めた。再び脚本の権利を得たギリアムとクリソーニは、2009年1月に、脚本の再執筆を始め、1ヶ月以内に終わる見込みだとした。 2009年8月にはデップの交番が発表され、2010年5月17日にはユアン・マクレガーの起用が発表された。2010年9月5日にはギリアムがバラエティ誌で1ヶ月半前に資金繰りが飛んざし、再撮影が未だに始まっていないと明かした。またギリアムはタイトルロールにロバート・ディヴァルが決まり、ユアン・マクレガーも出演するとして主要キャストが 最終決定したと述べた。2011年末には、マクレガーの交番が報じられた。2012年には、ジョニー・デップがプロデューサーとしてこの作品の制作に戻ると報じられた。ドン・キホーテ役には、ジョン・ハートが決まったと報じられたが、彼の水臓がんが元で、再び暗証に乗り上げることになる2014年1月、ギリアムは、自身のフェイスブックページに、ドン・キホーテの夢は、 再び始まった。重力老いぼれのクソったれを今年中に彼の馬に乗せてやれるだろうか。と続って巨人が登場するコンセプトアートを投稿した。エンパイア史ウェブサイトでのインタビューでギリアムは2014年9月29日にカナリア諸島で制作が始まる予定だと明かした。同時に資金面でスペインのプロデューサーであるアドリアン・グエラの参加も明かされギリアムは グエラについて、本当に、頭が良くて、映画を愛している。彼はいまだに映画を愛しているくらい、十分に、若いわけだけど、自分たちは何を差し置いてもキャスティングをしてお金を用意、しなくちゃいけないわけで、これが現状だと述べた。また、ギリアムの共作者、デーブ・オレンによる新しいコンセプトアートも発表された。2014年8月、シラップのインタビューにおいて、ギリアムは、 資金確保を明かし、映画の筋書きが変わったとして、僕らの主役は、実際に、ドンキホーテ映画を何本も以前に制作しているが、その作品は、大衆が満足できるものとは言い難い。荒れ狂う奴も、飲んだくれになる奴も、暴ずれ女になる奴もいるんだと述べた。2014年9月には、ジョンハートがデュバルに代わって、ドンキホーテ役に決定したと報じられた。ゼロの未来プロモーションで、 ローリングストーン氏のインタビューを受けたギリアムは次の映画について自分の計画ではドンキホーテを殺した男だが現実味のある話は何もない。中略現時点で言えることは何もなくてそれはちょっとした小休死に陥っているからなんだ。またねと述べた。なぜこの映画を作り続けるのか聞かれたギリアムは本当に自分でも全くわからないんだ。最近では もし今回もうまくいかなかったら見限りぞって思い始めている。この仕事をするのに人生の多くを無駄にしすぎたよと述べている。2015年6月9日、アマゾンスタジオが作品を劇場公開すると発表し、その後アマゾンでストリーミング配信されると明かされた。ギリアムはこのことについて、このやり方にそそられている。作品はまず映画館で公開され、1。 2ヶ月後にストリーミングされる。大きなスクリーンで見る機会があるのはいいことだと思うし、映画館で見るより DVD で見る人の方が多くて、今じゃそれが普通のことだってこともわかってるしねと述べた。2015年9月には、ハートが撮影直前に、水臓癌と診断されたため、映画制作が再び中止されたと報じられた。この際グリソーニ役には、ジャック・コンネルの名前が挙がっていた。 ドン・キホーテ役には、モンティ・パイソンの同僚だった、ペーリンの名前も上がっていた2016年、ギリアムは、第69回カンヌ国際映画祭の席で、撮影が2016年10月に始まる予定で、キホーテ役にペーリン、グリソーニ役にアダム・ドライバー、女性主役にオルガ・キュリレンコが決まったと発表した。新バージョンは舞台を現代に設定し、コマーシャルを撮影する監督で、かつて、 ドンキホーテ物語を本案した学生映画を撮影したグリソーニがロケ地にした小さなスペインの村に戻り映画が悲惨な影響を及ぼしていたと知る同時に新たなコンセプトアートが公開されたしかしながら2016年10月2日プロデューサーのパウロ・ブランコが資金確保に失敗したことから制作のさらなる遅れが発表されたこの事態についてギリアムは 未だに撮影の意思はあると明かし、映画が死ぬ前に自分が死ぬんじゃないかなと茶化した。撮影2017年3月、ギリアム最初の挑戦以来初めて再撮影が始まったことが予期せず明らかになり、基本手役がジョナサン・プライスに変わったこと、またドライバーとキュリレンコが以前の報道通りグリソーニと女性主役で続投していることが明かされた。これに加え、 オスカル・ハエナーダ、ロッシデ・パルマ、ジェイソン・ワトキンスの出演も明らかになった。2017年6月4日にはギリアムが自身のフェイスブックページで最初の撮影開始から17年かかってクランクアップの日を迎えたことを報告した。ポストプロダクション2017年11月、ギリアムは映像編集作業が完成間近であることを明かし、 自分たちは今絶えず手を動かしていて、仕事は2、3だけ、そして大体形は出来上がっている。もう何ヶ月か視覚効果や音声、音楽について作業が必要だ。それでも物語としてはほとんど凝縮されたし、驚くくらい素晴らしいと述べた。また、同年10月には初号死者が終わったと報じられ、2018年夏頃には封切られるのではないかとされた。 制作への論争撮影が行われたトマールのキリスト教修道院再撮影版にもいくつかの問題が発生していることが明らかになっている。ポルトガルでの撮影中、ギリ,リアムのチームは公共物やトマールの有名修道院でユネスコの世界文化遺産に指定されているトマールのキリスト教修道院に損害を与えたとして訴えられたと報じられた。この球団は ポルトガルのニュースチャンネル RTP 一発のもので、クルーが12世紀のトマールのキリスト教修道院で、欠けたい資材工や、壊れた屋根タイル、根こそぎ引き抜かれた木などを放置して去ったとされている。ギリアムは、この球団を否定し、修道院は、自分が見た中で最も輝かしい建物の一つだと思う。あそこで、自分たちがやったことは、建物を損傷から守るためで、 ちゃんと成功した。木は一本も切られていないし、石だって壊されていない。経緯のないことなんて少しもやっていない。ヒステリックに騒ぐ前に、事実をちゃんと得るべきだと述べた。その後、報道が正しいのか判断するため、数週にわたって、ポルトガル政府による調査が行われ、ある程度の損傷が見つかったものの、撮影を監督していた、修道院職員に報告されていたものだったと分かった。 また木の損傷は以前行われた別の無関係な映画の撮影中に起きたものだとされた。2017年7月4日、ポルトガル当局はギリアムたちクルーが些細な損害にのみ責任があると結論付け、球団は厳密さを限ぎ科学的知識の欠如を明らかにしたものだったと付け加えた。加えてギリアムが 以前再撮影に挑んだ時にプロデューサーを務めていたパウロ・ブランコが新バージョンは違法であり映画に関する権利はギリアムではなく自分が持っているので撮影した素材はすべて以前関与していた制作会社の一つであるアルファマ・フィルムズにあると訴えた現在のプロデューサー陣はブランコの訴えは馬鹿げたもので彼はドン・キホーテに関する何の権利も持っていないと述べた レコーディドピクチャーカンパニーの CEO を務めるピーター・ワトスンは、ブランコ氏の法的関係に関する解釈はほとんど悪巻のようだ。もし彼が本当に尊敬すべきドンを殺そうとしているのなら、馬上や理事会でもやればいいんじゃないかなと述べた。この争いは法廷に持ち込まれ、判決言い渡しが2018年6月15日に決まったことから、 当初予定されていた2018年5月のフランス公開と第71回カンヌ国際映画祭でのプレミア上映は延期を余儀なくされると考えられていた。その後、パリの裁判所で上映を認める判決が下ったことからカンヌ国際映画祭のクロージングフィルムとして上映されることが正式決定した。6月15日に言い渡された判決では、 ブランコの訴えを認めて映画化に関するギリアムの権利を剥奪したとされ、世界各地での公開については再び白紙となった。映画制作陣からは、ブランコが判決について誇張しており、ギリアム側から金銭の支払いがあるものの、上映権については引き続き制作陣が保持しているとの発表があった。このインタビューに答えたプロデューサーのマリエラ・ベスイエフスキーは、 米国公開の見通しが立っていること、ヨーロッパ公開の調整を行っている最中であることを明かした。正式公開2018年12月に、スクリーンメディアフィルムズが北米工業の配給券を獲得し、北アメリカで2019年3月に封切られた。日本では、ショーゲートが配給券を取得し、2020年1月24日に公開された。なお、 公開版のエンディングクレジット冒頭では、ジャンドシュフォールとジョンハートに捧ぐと表示される。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、テリー・ギーリアムのドン・キホーテは、長年にわたる期待には応えられないかもしれないが、テリー・ギーリアム監督らしい独創的な作品で、ファンを満足させるには十分なものになっている。であり、二十二件の評論の内高評価はントに、 当たる78件で、平均点は10点満点中5.94点となっている。メトクリティックによれば、25件の評論のうち、高評価は12件、賛否混在は13件、低評価はなく、平均点は100点満点中58点となっている。ありがとうございます。